こんにちは、吉根さん。なんか飛び込んでみると分かる、見えるっていうところがありましたけども、これがね、多分難しいんですよね。で、実際に飛び込む勇気があっても、そこで戦う力や勇気まではなかったっていうのが、多くの人の実情なんじゃないかなと思うんですよ。私、常々思うんですけども、飛び込んだ環境で何が起きてもね、差し違えることができるなというぐらい、勇気があるんですよね。それはね、なんか今でもあんまり変わらなくて、もちろん何のために飛び込むかっていうテーマはあるんですけども、今だったらね、家族のために飛び込む、そこで討ち死にするのはもう、もはやね、死に場所を見つけてよっしゃみたいな感じなんですよね、でも取りに足りない事件のためとか、取りに足りない人のためには、絶対に犠牲にはなりたくないなって気持ちがやっぱり対極にあるんですよ。何が言いたいかっていうと、勇気は誰よりもあるなと思うんですよ、私は。で、実際ネットビジネスヒルズ塾に入った時でも、徹底的にやって、これで結果が出なかったら詐欺で告発していくらでも金踏んだくってやろうかなと。場合によっては、六本木ヒルズ行ったじゃないですか、私は。六本木ヒルズ大暴れしてもいいかなと思ってたぐらいなんですよ。でも実際行ってみたら、むちゃくちゃいい環境で、で、ここだけの話なんですけどもね、っていうか一般公開動画ですけども、いけるなと思った理由ってのが、実は、ね、今までずっと話してなかったんですけども、はっきり言って六本木ヒルズに意欲を持って集まった人たちの顔ぶれを見た時に、大したことねえぞこの世界って思ったんですよ。で、申し訳ないですけども、田舎から金出し、スキルなし、パソコンなしで上京した私がね、あれ、なんかテレビでも出てたヒルズ塾、そこに意を決してお金を払って集まった人たちってこんなレベルなのと思ったんですよ。もちろん今思い返せば、もう行き詰まった人が集まってるから、上級者がそこにいるわけはないっていうのは分かったんですけども、でもね、私はこう思ったんですよ。この組織の中で広島の久保が目立てば、この人たちには少なくともこのヒルズ塾の信頼関係で物は売れるなと思ったんですよ、ね、だからそこがまず一つ大きな力になったところですよね。で、その環境にいるっていうことを広島に持って帰って、俺ヒルズ塾にさ、毎月行ってんだよね、もう東京の最先端は広島では俺に聞けよみたいな感じだったんですよ。そして殺し文句としては、私が答えられないことでも、私がいつも言っている六本木ヒルズには答えがありますと、どんな回答もそこにありますと、そこに私は今直接コネクトがあります、さあという形だったんですよね。そうなると、もうつまずくことはないという前提で、多くの人が速回塾を選んでくれたということなんですよね。それから爆速の収益でした。で、つまりね、腹をくくってるっていうのは、お金を受け取っていくらでもあなたの問題を解決しますよと、俺ができなくてもできる人がいますよっていう風な一気通貫なんですよね。お客さんというか弟子がいて、私がいて、そして六本木ヒルズがあると、全回答できるわけじゃないですか。ということは、このヒルズ塾に何十万であろうとも入ったら、全ての回答、代理回答権がもうもらえるってことなんですよね。でも入らなければ数十万を惜しんだら、自分の力量の範囲でしかもう指導ができない、信用がないってことなんですよ。当然速回塾に入った人は、六本木ヒルズに毎月毎月通って最新のノウハウをもらっている、テレビでは語られない裏事情まで分かっている人が広島に唯一いて、その人が速回塾をやっているというね、この虎の意を狩る狐に集まってきたということは否めないんじゃないかなと思いましたけども、申し訳ないが、はっきり言って、このマーケットからお金を集めるためには、まずは勇気を持って自分が名乗りを上げることだなと思いましたね。遠慮して、いや私まだ初心者なんでねっていう必要はないっていうことなんですよ。でも六本木ヒルズに集まった面々は、自己紹介するときに、いやネット初心者なんでよろしくお願いしますと、借金がいくらあります、しめしめと、ネット初心者がいっぱい集まってるな、六本木ヒルズって言ってもカモばっかりじゃないかと、こっちも初心者だが、初心者とは名乗らないぞと思ったんですよ。そこそこできますけどの方がいいじゃないですか。広島で一番詳しいのは私ですって言った方がいいじゃないですか。広島ナンバーワンネットビジネス塾、最新最速、全回答いたしますって言った方がいいじゃないですか。実際そうできるわけですからね。で、そういうふうに組織を使っていくっていうこととかね、それから自分が参加したチームを使っていくってことですか。まさに私は数十万払って、無尽蔵の知識、人、経験を
まあ、共有した知識を手に入れたっていうことに他ならないんじゃないかなと思うんですよね。で、同じように今私は速稼塾を運営していて、速稼塾に所属してるんだよっていうふうに名乗ることによって、あの自分のコンテンツを売ってる人、塾を売ってる人もいるんですよ。で、ここでサポートしきれなかったら速稼塾の久保さんに聞いて回答するからねっていうふうに言っても OK っていうふうにしてますよね。まあ、そうするともはや今日初心者で参加した人もね、もう自分の塾が運営できるんですよ。なぜなら回答は全て自分を通じて久保さんがしてくれますよ。で、これでいいわけですからね。まあ忙しくってしょうがないですね、私もね。ということでね、あの六本木ヒルズに行って、おいおい大丈夫だぞ、これはこの世界でのし上がることできるぞ、3年で1億じゃねえのかっていうふうに直感半分、見て確かめて半分思いましたね。で、やっぱりね、そこの、まあ、講師ですよね。一番の講師、コンテンツを販売してる T さんですよね。T さんは絶大なる人気があったわけですよ。信頼もあった。だから、この人に取り入れられればさえすれば、自分がこの場を仕切ることができるなっていうような目論見もありましたね。だから、とりあえず実績を作って、塾に入ってこんなことになりました。塾に入ってこんな稼いでます。塾に入って自分の弟子も稼いでますって連発連発していって、とにかく目立つこと、そして声をかけていって、広島の久保です、速稼塾の久保ですというふうに自分を売り込むことをしていったわけなんですよね。でね、さっきねちょっと面白い動画が見つかったんですよ。それは六本木ヒルズで、あの私がね皆さんの前で講義をしているところです。その動画がなぜかあったんですよ。まあ一応これはちょっとね話だけにしておきますね。動画はいつでもあるんですけども、今公開するのは適当じゃないかなと思いますんで、ちょっとね、吉谷さんにだけこっそり送っておきますので、まあ流し耳してニヤッとしてください。まあそんな時代もあったってことです。これは他の方には一般公開しませんので、吉谷さんにだけ限定公開の URL をお送りしておきます。じゃあ今回は以上ですね。いってらっしゃい。